日本の梨、3つですか。うん、千葉県の香水梨、千葉県の20世紀梨、熊本県の新高梨。その梨じゃないんですか。東京オリンピックのおもてなし、いや、フジテレビのドラマやんごとなき一族のやんごとなしなど、日本語には昔からなしを用いた表現がたくさんあります。 The expression なし、 La expresión なし。さて、おもてなしってもともとどういう意味かご存知ですか。表裏がないの略でしょうか。ここでは3つのなしのパターンを検証し、おもてなしの語源とその意味について明らかにします。まず1つ目、ない、 do not have という意味、あどけなし、あどけないのように、後足がない。 do not have、 子供のようであるが語源で、無邪気な子供のような様であるという意味を演出します。 innocent、 innocent。また冒頭のやんごとなき一族も、やむことがない、そのままにできないが語源で、転じて偉い身分が高いという意味を演出します。 great、 excellent。 just one song Mr. Children innocent world、Just one song, Mr. Children, Innocent World。